結局カスタムがしっくりこないって言って終わったと思うんですけど、しっくりくるカスタムを見つけました。いや、見つけたかどうかわかんない。まあ試してはないんだけど、エイム速度に振った。よし、試せなかった。一旦試せなかったわ。 BP50 マジ多いな。言うてこの人だけか。いいね。お、ぼもち。でかいよ。2回いるっぽいね。うまい。やられてる。拾われたね。うえい、それ勝つ？と、あと、ええ流れか。あ、いたぞ、今。見えてないっぽい。上登ってるね。大門から、ここで接敵しそう。いない？ああ、やっぱ大門いるよね。ナイス、いいね。なんかエーロンスナいたな。ルクタンさん、手加減してください。手加減してくださいって言われてるわ。ラスト、ナイス、いいね。エイム速度速いの使いやすくていいな。あ、ハロック。2回行こっかな。グレネードポーン。トリセンシーファーやってんの？エグ。上がられてるわ。あ、やってくれた、ナイス。エーロンいない。どこいるんだ？あ、2回いたな。これやり行こう。1回やって、リロード長えな、 BP。 パンパンか。2回いったね。ナイス、いいね。おはろくです。どうも、支援してもらったんですか？秘密です。秘密中です。まあ、運営様からの支援ですね。支援ですね。おはろくです。そのカスタムだと性能 SMG 寄りになりますか？そうだね、結構 SMG 寄りかも。エイム速度めっちゃ速くね、このカスタム。やっぱエイム速度速くないと。ナイス。俺結構使いづらいから、まあ、AR がそもそもやっぱ得意じゃないんだけどね。ってのもあって、ちょっとエイム速度に振ったカスタムにしてるけど、結構速いし使いやすくていいかも。これ、俺の BP カスタムはこれかな。
これで提出かな。エイム速度、エイム速度速いの神だわ。 BP 配信初見です、こんにちは。おはろくたん、おはろく。こっちやとギフトの送り方わからん。スパチャ、スパチャはナイスボム。なんかチャットの横にあるなんかお金マークみたいなやつからスパチャ投げることできますね。2回取られてんのか、でかい。わあ、ボイラーもいた、ボイラーもいたんかい。おはろく、ちょっと最近 TikTok の方で配信してないから、ちょっと次配信するときは TikTok でやろうかな、明日とか。最近ちょっと YouTube の方目で、 TikTok の方にさ、ショート動画もちょっと最近全然出してないんだよね。ショート動画を楽しみにしている人たちもいると思うから、ちょっとそっちも頑張って出すわ。J さん320円スパチャありがとうございます。ナイスパー、カミングスーン、ナイスパー。AR だけど SMG と同じかそれ以上の M 速度、マジ神です。ナイス味方。やっぱね、あの推奨カスタムの BP だとエイム速度ちょっと遅いじゃん。遅いっていうかSMG を普段使ってる俺からするとちょっとエイム速度遅いなって感じてて、でまあちょっと M 字の移動速度上げたり、なんかいろいろカスタムとかもちょっと前回やったんだけど、今これだね。まあ、マズルのマクシムサイレンサーとバレルの、このラピッドと60ラウンドは必須で、残りの2枠を何にするかんだよね。でリアグリップのレザーグリップで大幅に M 速度上げてて、ここもねこのリムーブドストックってやつにしようかなって思ったんだけど、さすがにねこの反動デメリットなしで縦と横方向の反動マイナス 20% 減らせるのはさすがにこれ恩恵でかすぎるから、ストックもまあこれにしてるね。でダッシュ後の発射チェーンとか気にならないようであればこのスケルタルストックっていう方もありなんだけど、もうこのラビットをつけたことでねダッシュ後の発射チェーンが10% かかっちゃってるから、これだけでもね結構俺感じちゃうんだよね、ダッシュ後発射チェーン。だからまあそのダッシュ後発射チェーンをあの打ち消すっていう意味でもエイム速度はちょっとね上げた方が多分使いやすいんだよね。ロックタン今日は空で駆け出す、前に詰めるため SMG 持てロックタン、ペイントワックスラタム避ける、相手が誰であれ俺が全部やる、時々問題じゃ扱いされるけれど期待に応えるため誰より努力してる。